くれたまさんぽ。肖像画で有名な皇后エリザベトは数時間かけてヘアケアをしていたという。コニャックとキミ30個シャンプーとして使うとか、余ったからで可愛くするわ。それがこの肖像画なんだわ。嘘つき。次はアルゼンチン。グレタマ YouTube チャンネルメンバーシップもの好きの会始まりました。グレタマの部屋をリニューアルして24時間配信中。チルってる音楽とともにいろんなグレタマを見れちゃいます。チャット欄とか覗きに行くかもしんないし、行かないかもしんないんだわ。ってどっちなのさ。他にもライブ配信のアーカイブが見れたり、メンバー限定の投稿が見れたりもしちゃいます。詳しくは概要欄をチェックしてね。物好きだねー。